海賊王に俺はなる。田中真由美でございます。ありがとうございます。いや、はい、見ました。いかがでしたか。いや、もう面白かったです。ゴージャスですね。あの Z がちょっとこう、あの素手の戦いということでね、うん、こうそういう感じだったじゃないですか。男と男の、男と男のね、なんか拳と拳みたいなね、うん、またね、今回のはね、ちょっと女同士のいい話なんですよ。そうですね、ね、見てみれば、うん、珍しいんですよ、オダッチがその女同士を描くっていうのが、ま、割と男の人、男を描くっていうことなんでね、はい、まあ、一番私は描いてほしいのは、あのルフィの母親が気になってしょうがないんですよ。 お父さんはね、あの革命軍、ドラゴンって革命軍にいて、うん、で海軍の方におじいちゃんいて自分海賊でみたいな、お母さんは誰、どんな人みたいな、で、あの、うん、気になって おだちに、お母さんどういう人って言ったら、何言ってるんですか、僕は冒険を描きたいんですよ、少年は母親を離れなければ冒険できないんです、母親なんか描きませんって言われました。あ、もう言い切っちゃったんですね、描きませんと、うん、小田さんはって言われました、はい、バラバラなんで、はい、うん、会ってないんですよ。だから嬉しかったんですけど、はい、なんか始まってみたら全然こう、なんていうか、別にブランクを全く感じないでしたね。いつもの感じで、いつもの感じ、うん、やっぱり麦わらの一味はつながっているんですね、うん、と思ったんだけど、平田君は若干、あの3時の平田君は若干久々で不安そうに、こんな感じだったとかね。そうか、サンジが一番その中では、そうですね、サンジ、ナミ、うん、ブルックも出てない。あ、ブルックもそうですね、はい、そう、ナミも出てないんですね。あ、そうかそうか、チョッパーとフランキーとウソップは一緒にいたんですけど、うん、だいぶと久しぶりの再会を うん、ね、そこで果たすことができた、はい、これだから、ファンの人にとってもちょっとたまんない瞬間だと思いますよ。やっぱり一味全員揃っている時っていうのがでしょう ね、もう本当にさ、あのサンジファンお待たせしましたみたいな感じですよね、はい、大活躍しておりますから、そのサンジもね、はい、そうですね、はい、はい、本当にあの女同士の、あの女同士の素敵な、あの女性としての素敵な憧れと、そしてあのレイズマックス、まあ、ルフィたちもそうですけど、少年が憧れるあの男性像っていうのも出てきますし、それでワンピースを知らない人も楽しめるストーリー、そしてあの隠れキャラ、いろんなところに出てくるあのゲスト声優の面白さ、何回も楽しめると思います。確実に面白いものが出来上がりましたので、絶対見てくれよ。ありがとうございました。ありがとうございました。